ハンドブローです。ハンドブローをするということは、風と熱を加えて髪の毛が乾き始めるということだから、もう乳液をつけ始めているということ。つまりこの時点から髪の毛の形は決まっていくので、ハンドブローの時点から仕上がりの明確なイメージを意識してドライを始めます。そして全体を均一に乾かすために乾きにくいところからドライ。乾きにくいところというのは根元ほど乾きにくく、下に行くほど毛は乾きにくいので、下から根元から乾かしていきましょう。ただこの後にブラシを入れて形を作っていくので、先にブラシを入れるアンダーセクションは7割ドライで、そこから順番に水分をある程度残しておいた方が、実際ブラシを入れるときちょうど7割ドライになるので、その辺を考えて効率よく乾かしていきましょう。常に仕上がりの明確なイメージを意識して、この時ボリュームを出さない時にボリュームを出すようなフォームで乾かしているとお客様の不安につながります。また各セクションお客様の悩みに合わせてボリュームを出したいところにアップステム等の、適正なフォームを取っておくことがお客様の安心や感動につながります。7割ドライの状態です。前ほど少し水分を残すようにしてあります。画像だと伝わりにくいですが、すでにこの時に、もうほぼ仕上がりのイメージに近い状態で乾いてますね。特別ボリュームを出してるわけじゃないので、ではアンダーセクションから参ります。マイクどこなの？マイクはどこ持てばいいの？これでいいの？多分アンダーセクションはこのワンレンのスタイルにおいては、まずウェイトはない、ウェイトを作らないのでダウンステムにします。そしてワンレンのアンダーというのは髪の毛が短く切られているので、その分熱当てづらく、当てた瞬間に乾いてしまうので、しっかりと一回かましたらダウンステムにしてからドライヤーを当てる。かました瞬間にから熱を当て始めてしまうと、根元が立ち上がった状態で乳液がついていることになるので毛が立ち上がります。かまして下げてから熱を当てる。そしてちゃんとビッグに対して正対していないと毛先の方向が外に跳ねます。そして次ミドルセクションはウェイトのベースを作る位置です。やはりウェイトはワンレンはウェイトは作らないので、ここでもボリュームを出さないようにややダウンステム、かまして下げてから熱を当てます。そして毛先は内側に入れるので軽く後ろに内側に入るように、かまして下げて熱を当てる。ちゃんと頭の丸みに沿った状態から熱を当て始めます。整体して根元がちゃんとオンベースに引き出された状態で、かませて下げて熱を当ててしっかりと冷ます。そして毛先を軽く内側に入れます。オーバーセクションはかまして少し下げてから根元から熱を当て始め、ツヤ、張りが一番表面に出てくるところなので、根元から毛先までしっかり均一に熱を当てブローしていきます。
噛ませたらすぐに熱を当てるんじゃなくて一回下げた状態で熱を当て始めます。噛ませてすぐに熱を当てると毛先が根元が立ち上がった状態のまま乳液がついてしまう、熱が当たってしまうのでいらないウエイトが出てしまいます、はい、いらないボリュームが出てウエイトが上がってしまいます。顔面というのは全て頭の形に合わせて自然にブローされるので毛先が、全て揃い、毛先の長さが揃い、ウエイトが出ない状態です。ではサイドです。サイドはやはり右左の癖が出やすいところなのでしっかりお客様の癖を見極めて根元の形を決めてあげましょう。ピックは両方が揃っているので両方同じです。かませて、ここでもやはり前から見た時のウエイトはないのでブラシをかませて下げてから熱を当てる。そして顔周りに行くほどしっかり整体してブローしないと内側に入りません。鏡を見ながら仕上がりの明確なイメージを意識して、ウエイトはないのでダウンステムの状態でブローしていきます。トップ、フロントも同じです。まずブラシをかましたら下げてから熱を当てる。毛先を軽く内側に入れます。顔周りはしっかり癖を取ってあげましょう。状態で仕上げます。毛先は全部内側。